はい、おはようございます。フィッシャーの松本です。まあ、今回はね、東北っていうか宮城県に、まあ、やってきました。で、まあ、今回はね、フラットフィッシュっていうことで、まあ、僕はちょっと専門外なので今回は、まあ、助けっていう形で、まあ、テスターの佐藤隆一さんとあとキャスティング仙台南店の柏倉さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。で、まあ、今日狙う、まあ、ざっくりとしたポイントとか、まあ、対象魚っていうのを教えてもらいたいと思います。はい、どうぞ。まあ、ここ宮城県なんですけど、はい、フラットフィッシュは大体、はい、まあ、仙台の宮城県の南の方から始まって、はい、大体5月ぐらいから釣り始まるんですね。はいはいはい。でこっちの牡鹿半島に関しては、はい、大体ちょっと1ヶ月から1ヶ月半ぐらい例年だと、はい、ちょっと遅くて大体7月くらいからということで、うん、まあ、今ちょうどベストなシーズン、ね、7月の、まあ、今日が5日、はい、ということで ね、まあ、7月入ってるってことなんで、はいはい。で、まあ、場所的には、はい、まあ、牡鹿半島の一番、はい、手前の漁港で、はい、ね、はい、まあ、見てもらえば分かる通り、はい、まあ、磯絡みの漁港割のサーフっていう場所 で、ね、はいはい。で、まあ、実調するエリアはそこのサークなんですけども、はい、この辺りでやるんですね。そうですね、はいはい。まあまあ魚、まあ、昨日あたりも出てるみたいなので、はいはい、頑張ってやりたいと思います。あと何かあります？状況的なのとか、はい、状況的に、はい、僕南の方がお店なもので、はい、今年はですね例年にないぐらいあちらもやっぱり釣れてて、はい、非常に、はい、商品売れてる状態なんですけど、はいはい、発売になったばっかりの、はい、このフラッシュ J の SW、はい、はい、実際今もうお店で販売はしてるんですけども、はい、うん、僕もちょっと今日、はい、精一杯使わせてもらいたいと思います。はい、まあ、じゃあ今日は一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、マゴチダウンショット1オンスですね。フラッシュ J シャットの4インチ、濁りが効いてるんで白いカラーが反応良かったみたいですね。釣れますね。ヒラメソゲですね。フラッシュ J シャットの4インチで何度かバイトがあったんですけど乗らなかったので、3インチのフラッシュ J のダウンショットに変えてみました。でバイトも何もなかったんですけど回収中に食ってきた1匹ですね。口の中に何かベイトみたいなのが入ってます。来た、お、来た。どうなるの、何じゃ。よし、お、できてます。まあまあサイズのマゴチですね。リグは、ダウンショット、ヘビーダウンショット、1オンスのシンカーで、フラッシュ J シャットのソルトウォーター4インチピンクですね。朝結構当たってたんですけど
なかなか乗らないのでフックを、ストレートフックにしてむき出しの状態でフッキングいいようにして、そしたら一発でドンと乗りますね。あ、そうでもねえか。おお、でっかいでっかい。まずまずサイズのまたマゴチですね。今釣ったパターンはちょうど大きい30メートルぐらいにあのブレイクあるんですけど、そのブレイクの先に投げて、でゆっくりもうボトムズルズル引っ張りながら、まあ、ダウンショットなんですけど、ズル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 ってそのリーディング止めちゃうと違和感感じて離しちゃうので、バイトあってもずっと巻きっぱなしで、これをバイトあった時にパッと止めちゃうと魚もパッと離しちゃうんで、ずっと巻いてて、もう乗ったなってところで一発合わせて追い合わせみたいな感じですね。でさっきも当たってたんですよ。で乗んなかったのでちょっとワームを4インチのシャットから、スプリットちょっとフォルム細くして、シルエット細くしてやって、そしたら一発で乗りました。はい、ありがとうございます。よいしょ、ズル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 、ゆっくりリーディングでズル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 引っ張ってくると、ちょうどあの沖のブレイクで、さやっぱりパターン一緒で、で今までちょっと潮上げてて厚川入れなかったんで、今ちょっと潮下げてきて少しあっちにタッコめるようになったんで、入れたらもう一等でしたの。はい、まあ、今回、まあ、サーフからね、はい、の、フラットフィッシュということで、はい、まあ、使ってるタックルを、まあ、説明してもらいたいなと思うんですけれども、はい、終わりました、はい、使ってるタックルは、はい、シーバースロットなんですけど、はい、長さが9フィート6インチ、はい、9フィート6インチ、はい、今9フィート台がやっぱりそうですね、まあ、ロングキャストそうなんですね、はいはい、あと、まあ、ちょっと見て分かる通りこういう磯場だったりするので、はい、やっぱ ロットンレングスは、うん、まあ、こういう場所ではアドバンテージになるのかなというところで、はいはいはい、やっぱ9フィート6インチ、まあ、9フィート以上ぐらいあればいいと思います、はい、で今回は9フィート6インチの、はい、アクション的にはミディアムクラスなんですかね、シーバスロットの、はいはいはい、ちょっとワームの釣りなのでボトム取るんで、はいはい、あんまり腰やばいとちょっと釣りづらいというところで、はいはい、であんまり、はい、うん、硬すぎてもバイト弾いてしまう。そうですね、はい、はいはいはい、まあ、ちなみにこれは山賀さんの96ってやつですよね、はい、そうですね、はいはい、まあ、タックルはロッドは、9フィート台で、はい、リールは大和さんの何番手ぐらいで、2500番ですね、2500番、はい、それは R なので、まあ、スペック的には3000番のスペックなんですかね、はいはいはい、でラインが、PE の、はいはい、06 06 06ですね、はい、はい、でリーダーがフロロの12ポンド12ポンド、はいはい、まあ、それでできる限り遠投ってことですね。そうですね、沖の魚も取るためにちょっとラインも細くしてですね、はい、ということです。はい、ね、まあ、リグなんですが、まあ、こっち僕持ちます、はい、まあ、ジグヘッドと、朝調子の良かった、はい、まあ、これダウンショットって言うんですかね、なんて言うんですかね、まあ、ヘビー、まあ、うちらヘビーダウンショット、はい、ヘビーダウンショット、まあ、進化が重いので、はい、まあ、ヘビーダウン、ヘビーダウンって言ってるんですけど、はい、ヘビーダウンということでね、はい、まあ、進化が、まあ、形はいろいろあると思うんですけども、そうです、ね、はい、何グラムぐらいウエイト、これは28ですね、はい、1オンスぐらいで、はい、リーダーが、まあ、4、50センチぐらいあるんですかね、うん、そうですね、30、40センチぐらいありますね、はいはい、これぐらい取って、はい、まあ、フラッシュ J、まあ、3インチなり4インチにオフセットフックでと、はい、いうことですよね、はい、で、まあ、状況によって、はい、寝掛かり少ないようなところは、はい、ストレートのフックでもうフックを出して、出して、はい、の方がやっぱフッキング率はいいので、あ、はいはいはい、まあ、寝掛かり回避率はちょっと悪くなるんですけど、はいはいはい、まあ、サーフなんかでは全然フ
低く出てた方が、あ、そうなんですね、はい、そんなに根掛かりすることないんで張り出してる方がということですね、はい、まあ、それと、まあ、ジグヘッドと、はい、いうことですよね、はいはい、まあ、ジグヘッドの形状も、うん、まあ、ちょっとリアクションの釣りとか、はいはいはい、ちょっとダートさせたいんだったらちょっとダートするような形状の、はい、ちょっと三角形、そうですね、系統ですよね、こういうね、はい、でまあ普通のオールラウンドのジグヘッドでも全然問題ないと思いますね、はいはい、ジグヘッドの場合もやっぱり1オンス近くまで使う感じですか？そうですね、まあ、場所によってなんですけど、はい、まあ遠投かけたいような場所ではもう深いような場所では1オンス、うんうん、あとはリアクションでもうトントンって落としたいときはもう1オンス、はい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 、まあ、シャローではだいたい2分の1くらいからですかね、うん、はいはいはい、14グラムぐらいでね、はい、2分の1で、はい、でまああのね、まあ、リグがこうあって、はい、まあ、今回、まあ、フラッシュ J の、はい、シャットの、まあ、4インチ、はい、まあ、本当はね、まあ、3インチもあるんですけども、はい、それと、まあ、ピンテールの方の普通のフラッシュ J の3インチ4インチ、はい、そして、スプリットっていうね、はい、これは4インチしかないんですけども、はい、まあまあ、テールが、まあ、3種類っていうかねあるんで、ええ、まあ、その辺の使い分けっていうのがどんな感じかなっていうのを教えてもらえるか、あ、すいません、はい、はい、ですね、まあ、自分の、はい、まあ、使い方なんですけど、はい、まあ、朝一は、はい、やっぱりもうフィーリングで刺してきてる魚も高活性の魚、まあ、はい、いると予想して、はい、まあ、アピール力の強い、はい、もうシャット4インチのシャットですね、シャットの4でね、はい、まず、はい、まあ、カラーも強いところでピンクとか、はいはい、そういうのに入れて、ちょっと派手めな、はい、でまああれですね、サーチベイト的なもう使い方で、はい、まあ、スイミングで速い釣り、ね、はいはい、でそこで、はい、もしバイトがないっていう時、うん、には、はい、まあ、そこからまあサイズダウンしたりカラーのトーンをまあ下げたり、はい、まあ、感じです、ちょっと暗めにしたりとかね、そうですね、はいはい、でまあそれでも当たんないという時には、はい、ちょっとあのアピール力下げて、はい、僕は最初にこのピンテール、普通のピンテールですね、はい、フラッシュ J、はいはい、でまあもちろんスイミングだったりとか、まずその辺から始めて、はい、でそれでもちょっとバイトがない、はい、って言った時に、はい、このスプリットですね、スプリットはやっぱりこのピンテールに比べて見てもらうとちょっと分かるんですけど、テールすごいしなやかというかやばいじゃないですか、柔らかいですね、はい、でこれをまあ食わせの、まあ、スイミングだったりとか、はい、そこからさまざまなこの使い方できるので、うん、リアクションだったりとかちょっと跳ねさせたりとかね、はいはい、やっぱりボトムにトンってついた後にこのテールがふわっとこうゆっくり落ちるので、まあ聞くっていうね、うん、まあ、今日ね、朝っていうか、まあ、帰って、ね、うん、3連発ぐらいされてましたもんね、はい、シャートテールで当たるけど食わないって言われてて、はい、ね、まあ、ショートバイトが多くて、ピンテールに変えた途端、3連発バンバンバンとしてたっていうのもね、はい、見たんで、まあ、そういうやっぱりローテーションっていうのもね、そうですね、はい、まあ、大事なのかなっていうところですよね。でもちょっとこの、はい、まあ、ピンテールに似てるけど、まあ、やっぱり今最近お気に入りですよね、はい、お気に入りですね、そうですね、かなりサイズちっちゃいんですけど、なんとか一匹、貴重な釣りだね。そうですね、ダウンショットですね、やっぱり。で、ちょっとサイズもかなり小さいんですけど、なんとか一匹。使ったワームは朝と一緒で、スプリット、これ釣れますね、スプリットは。よっしゃ、もうすごい大きに魚ついてるみたいなん でまたスプリットなんですけど、朝と同じこのホワイト、まあ同じあたりですね、やっぱ魚が沖ですごい遠いですね。でバイトもショートバイト、うわ食いそう食いそう、ああ出した、あ食ってる、よっしゃ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 よしよしよいしょ、
やっぱりこのラメとこのリフレクターのこれですね、このリフレクターのフラッシングで魚を寄せてるような感じですよね。ほら乗ったよ、いしょ、おーしゃ乗った、おー乗った、自敗かちょっと負けたなおー乗った、初マゴチ、ちっちゃいけど、まあ僕はこんなもんでいいでしょう。なんとこはサラモン、やったぜ、食ったよ。この状況で食わせるあたりがサラモンの、全くバイトないもんな。いやちょっと釣り変えたんだよ、ワームが、ちょっとこれプロットなんですけど、4インチシャットの、カラーが閖上グリーン、はい、おはようございます、フィッシュアローの松本です。今回はね、ちょっと濁ってるんですけども、まさきダム、台風5のまさきダムでちょっと濁りが入ってる、感じなんですけども、バックウォーターであるとか流れ込みとかそういうところに魚が集まるっていうところが、お見せできたらなっていうところで、今回やっと解禁になったっていうね、この、フィンズギルのリアルバージョン、プリントバージョンですよね。で要は本当の魚の模様をプリントしてる、3D プリントしてるっていう形なので、よりナチュラルな感じになってるっていうのが最大の特徴ですね。これを使って今日は、マサキダムを、濁ってるマサキダムを攻略したいと思います。頑張りますね。ちょっと増水して濁りも入ってっていうところで、こういう時のバスっていうのはやっぱりもう流れ込みにね寄るっていうのがもう定番なんで、流れ込みを今日はメインに、もう正直売っていっても多分なかなか魚がね気づいてくれないんで、もうなんかしっかりとしたストラクチャーとか流れ込みっていうのをメインに釣っていくっていうのがもう定番なん でちょうどこれ曲がったところに流れ込み、大きな流れ込みがあるんで、そこをまずこの超リアルなねフィンズギルでブルーギル型で釣ってみたいですね。バカ開けへんかな。ちょっとね濁りがこの抹茶茶のところからちょっと薄い茶色になってるね。この流れの変わり目とか、もう本当の濁流なんか、そういうところがやっぱり魚がもう刺してることが多いですね。来ませんね。はいね、今流れがきついんで、こういうね、スクリュー型のね、こういうウエイト、楠本くんがね、スティールハントの楠本くんが、作ってくれたウエイトをここの真ん中ぐらいに刺してねじ込んでぐるぐるぐるっと、それでウエイトが多分 10g 近く増えてると思うんで、これでボトム付近をちょっとやってみたいと思います。ちょっと上表層の方はねあんまり反応しなかったんで、普通にでちょっと派手めのこのトロピカルギルかなんかよくわからんけど、そういう感じの名前のちょっと目立つ系も、これで来へんかったらあかんで、今の一投でおらんな、おったら絶対食ってるもん。
ね、やっぱりバックウォーターとかね、こういう滝の部分っていうのはもう水澄んでくるのが早いんで、やっぱもうそういうところに魚はやっぱ絶対集まる。あ、ベイトおるね。あ、来るんちゃう、これ来るんちゃう、けへんの。ベイトおるね。食った、よっしゃー、でかい今食う瞬間見えたね、でかいで、ね、ババーンってことで、もうね、このスーパーリアルね、スーパーリアルのね、フィンズギルね、もう餌やとほんまに思ってる。今もう躊躇なく食ったね。これですよね、リアルだからこそ食う魚ね、スーパーリアル、ね、本当のブルーギルのプリントバージョン、まあ、世界初のね、ソフトベイトにプリントっていうのは世界初なんで、やりました。食った。よっしゃー、やっちゃー。ほら、やっぱりこのね、ちょっと派手めなギル目立つっていうのね、それに楠本君が作ってきてくれたウエイトをね、やってこんないい魚がプリプリですね。突然下からドーンって突き上げてきましたね。ね、はい、まあ、上流上がっていく途中にある、まあ、滝ですよね。こういうのとかもう一個はあの奥側にも滝あるんで、まあ、とりあえずもう流れ込みっていう流れ込みは、まあ、狙っていった方が賢いかなっていうところなんで、まあ、とりあえずなあの流れ込み見つけたら止まって打っていくって感じですね。やっぱちょっとでも水きれいなところにバスは集まるんで、やっぱりこの濁りを嫌がるんでねっていうところで、でかい、でかい、やっぱり沈ませる、よっしゃー。やっぱりね、流れの中入れてあげるっていうのが大事、ね、表層やっても食わなかったやつが釣れました。イエイ、よいしょ。この辺からが本番ですかね。まあちょっと先に流れ込みがそこにあるんで、まあ、それの流れの水がちょっと影響を受けてるかなっていうところが、まあ、この辺ぐらいからかな。よし、食った、食った、よし、食った、よっしゃー、釣ったで、やっぱり流れの中いてますね。ほい、なんかちっちゃく見えるの俺だけほいね、まあ、このサイズでもね、まあ、しっかりと乗るっていう、まあ、これもマグネットシステムでしっかりとね、ダブルフック固定しててグッと合わせれるんで、まあ、バラシも少ないっていうのも一つね、まあ、デイビッド・クルーズと一緒ですよ。はい、やりました。食った、した、でかい、ほら、やっぱりインレッドパターン、でかい、これはでかい、インレッドパターンやね、ね、大雨後っていうかね、やっぱこの濁りの後のあれはね、もうね、大好きです。これぞビッグベイトの楽しさ。ワームでネチネチするよりも、こうやってスイムベイトでね、ガリガリドーンみたいな、いいサイズばっかりが釣れるというね、典型的なビッグバスパターンです。やりました。
し、食った食った、やっぱり角におった。これでかいんじゃ、これはでかいで、でかいけどどうやってあげようかな。こっから跳ねられるとね、バレるんで。よっしゃー、うー、ほらーでかい。よし、食った。お、でかい。お、でかい。でかいで。お、でかい。でかい。これはでかい。これは確実こっち言ってるでしょ。ねえ。やりました。丸飲み。最高。丸飲みね、ほんまに丸飲み、ほんまに餌やと思ってます。やっぱりリアルな、もうブルギラガーって来たと思って、もうバスもバーンみたいな、当たりのドカンドカーンですね。コツコツとかそんなんじゃない、そんなんじゃないです。もうドーンです。やりました。食った。よっしゃブラッシャー、よっしゃー。まあ、リアルなギルを入れてあげるとバカバカみたいな。よし、食った。はい、よっしゃーね、食った。あら、食った。よっしゃー、よっしゃ、でかい、でかい。フィンズギルリアルプリント、たぜー、でかい。よっしゃ、あ、お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 、危なかったですが、一応ボートの中に入ったんで、12匹目かな。やっぱね、近くでももう流れとね、濁りがあるんで、もう全然近距離でも食いますね。食った、食った、食った。おっしゃ、でかい、これもでかい。ちょっと、ちょっと、ちょっと、もう今日はちょっとやばいですね。全部グッドサイズで入れ食いね。スーパーフィンズギルね、ハマった時の爆発力はもう半端ないね。やっぱりリアルは最強で、ハドルテールもやっぱ最強。よっしゃー。はい、お疲れ様でしたね。まあもう本当に増水後の、まあ、あのバックウォーターなり支流ね、流れ込みっていうところで、まあ、本当にいい釣りができました。まあ、50アップ3本に、まあ、40アップが10本以上っていうことで、まあ、あの本当にね、まあ、狙ってでかいのだけを釣るっていうのをお見せできたんじゃないかなと思います。そしてね、今回まだ大活躍したのが、このスーパーフィンズギル、120ですね、12センチの方なんですけれども、それに、楠本君が作ってくれたこの、ウエイトですよね、ウエイトをつけて、早く通してくるっていうね、こうフラフラフラっとあえてゆっくり水面までおびき寄すんじゃなくて、そこまでつけて、引っ張ってくるっていう釣り方で本当にいい釣りができました。で、まあ、あのギルシルエットで、ギルのリアルさっていうところもやっぱ手伝ってこんだけ釣れたんじゃないかなっていうのもあるので、まあ、皆さんもね、本当に、まあ、あのギルのね、まあ、リアルなスイムベイトっていうのも一つ、まあ、ね、持ち駒としてね、使っていただければ、まあ、本当にいい魚ばっかりがどんどん釣れるかなっていうところもあるので、まあ、皆さんもぜひ使ってみてください。今日は一日お疲れ様でした。